こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は6ストロークロールを、まとめてほしいということで、ちょっとまとめていきたいと思いますね。6ストロークロールっていうのは26のルーディメントには入ってなかったんですよ。てっきり入ってると思ってたんです。10ストロークは入ってるんでね、こっちから考えていきたいと思います。10ストロークロールっていうのは何かっていうと、タンタカ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 タンタンタカタカタカタ、これの真ん中が少なくすると6になる。これが6ストロークロールっていうふうに僕は考えているんですね、ここね。で、6ストロークロールを展開していくと、これこの位置をずらしていくと、この4種類ができるんですよ。これまず1個目は、今度は右左ターンターンと。ひっくり返してで1個ずらすとでというところまで、この4種類ができるのが分かりますよね。でこれまあ ABCD って名前つけてもいいんですけど、一応名前を、僕多分これで合ってると思うんですけど、パラディドルって右左右右左右左左じゃないですか。ディドとパラ、これパラが交互で、ディドがこの同じ手で叩くのをディドっていうんですね。だからパラディド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 、右左右右左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 右右右、これパラディドルって。でそれを引っ越してディドパラにすると、リバースっていうふうに言うんですね。で多分6ストロークロールの原型はこっちがいいんじゃないかなと思ってて、これ神保さんがよく使うんですよ。6連符をやるときに、のタイプでよく使うんですね。でそれをひっくり返すとリバース、どこどこだったどこどこだった、こっちがリバースって考えるんですね。でインワードっていうのはパラディドルでいうところのこのディドが真ん中、インワードって真ん中って意味なんで、この真ん中に入ってるタイプ、これインワードと言います。なのでインワードはダブルのディドディドが真ん中に入ってるのをインワードで、それを、ディレイっていうのは、このディドがこうずれ込む、こう小節の線にずれ込んでくるんでディレイっていうふうに、僕は考えてるんですけど、そうするとディドディドが拍をまたぐやつ、これをディレイというふうに考えます。そうするとこの、4種類できるでしょ。でこれをおすすめの練習方法としては、安易に右手はフロアタム、ハイタム、左手ハイタムにして、でリバースで、インワードでディレイ、これをこうやってやれば、なんかドラムソロとしてもめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。でこれをクオンタイズってわかります、打ち込み用語なんですけど、要は6連符にこれを、要はタンタンタタタタタンタンタタ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 タ、同じ手順で6連符均等に引き伸ばしたやつ、こう引き伸ばして、こう要は地鳴らしした感じ、形ができるんですよね。でこれって、これの6ストロークって、この僕が言ってる3ストロークってのは右左左と右右左なんですね。なのでだから
インワードの6ストロークロールは AB で、ディレイの6ストロークロールは BA になってるだけなんですよ。なのでこの形これってだから6ストローク AB3 ストロークの組み合わせで6になってる。だから要は16分のドタタタタタトンを6ストローク使ってドタタタタタタタン、よくポップスでも使えますよね。チキチキタカチキチキチキタチキゴ、インワード使ってこれを、要は6連の方にした、6連の方にしたタイプに使ったりで、これ結構行ったり来たりすると使えます。でパラもうドラムソロなんかもこれをだからまあ簡単なのはインワードとディレイを行ったり来たり、いう風にすると使えます。でこれディレイとミワードもちろんこの普通の6ストロークとリバースもいいんだけど、このディレイのインワードをこのクラッシュで、その時は足もついてくる、ストロークと6ストロークをあちこちランダムにやってタムに行ったりシンバルに対してるだけですね。こういう風にするとかなり応用的なことができるかなと思います。だから僕が考えて6ストロークロールっていうのはこの、まあ要はインワードとディレイ AB を組み合わせてインワードとディレイができて、それがまあこの形で、これだけだと結構単調になる。まあこれはよく使う人いるんですけど、こっちも発展させて使うとこっちの方が本当は基本形なんで、うまいこといくんじゃないかなっていうことを、まあ今回お伝えしたかったわけですが、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとかためになったなっていう方はぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますのでよろしくお願いします。このチャンネルではドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あとクラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あとジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。